友達といると素の自分に戻れる気がする。友達は喜びや悲しみも共有できるし、悩みがあれば相談できる。悩んでいる奴がいれば相談にも乗れる。やっぱ腹割って話せる関係っていいですよね。まだまだ勉強することばかりで、今は全てを吸収しようと心がけてます。悪者になったり爽やかな役だったり、いろいろな役を演じることで自分自身深みのある演技のできる役者になりたいなと思っています。そんな自分なりの味が出るように心がけてます。ジーンズと一緒かな。履けば履くほどいい感じに味が出てくるみたいな感じですかね。人生始まったばかりで道というほどではないんですが、物事に対してまっすぐ向き合ったり、信念はぶれずに一直線だったりと、これからの道も迷うよりもとにかく突き進んで挑戦し続けていきたいですね。何か失敗しても今後の糧にしていきたいと思っています。あまり考えすぎないことですかね。そしてよく食べてよく寝ることかな。ジーンズを履くと自然体の自分でいられるし、何かジーンズって不思議ですよね。俺はいつまでもジーンズを履き続けていきます。何かジーンズの持つ世界観ってすごく大きくて深いと思うけど、大事にしていきたい。早見もこみち頑張ります。